田玲二と北川翔のレイトショー、イエス。何ヶ月ぶり結構久しぶりだね。久しぶりか。久しぶりだね。そっか、そうだね。田上義久だよ。そうなんです。どうする、どうしよう。いや、てかもう1時間喋ってるけど。そうだね。まあすでに、そう、まあ、僕らは田上先生信者なので。信者だね、うん、だからちょっと今回ちょっと、うん、なんだろう、大暴れになっちゃったらどうしようと思ったんだけど。いや、褒めるとこしかないから、まあ、褒めるとこしかないよね。そう、俺らはね、田上先生は、うんうん、そうなんですよ、うん。カリザーシンドロームって今の若い人からしたらもう30年ぐらい前の漫画なんでね。そうなんだよ、81年だから。あ、だからちょうど僕はデビューしたのが81年なんで。マジか。そう、あ、じゃあもう40年近く前ってこと。いや、恐ろしい。恐ろしいね。奥君と同い年だから。あ、カリザーシンドロームって。ああ、そう、それであんないい、ほら、親父になってんじゃん、もうすっかり。そうそう、そんな感じですよ、本当に。そんな感じですね。恐ろしいな。いや、そうね、アラフォーだけど知らないだと。知らないだお前、田上義人知らないだと、この野郎、日本にいながら、この野郎、ふざけんなよ、うん、そう、ちょっと今日はね、まあ、丁寧にいきます。あのね、俺たちがその素晴らしさについて、ね、語ろうとね。僕は、はい、だからそのれいちゃんの漫画を最初見た時に、うん、実は、うん、あ、この人多分田上先生好きだろうなっていうのはね、思った。早くもバレてた。うん、てか、まあ、あの漫画探偵なんで。漫画探偵な、逃げらんないんだよ。漫画探偵には逃げらんないんだよな。でもだから嬉しかったんだよね。あ、本当。そう、うん、だから、まあ、それは後で語るとして。同じ神を信じてるって感じ。そう、うん、世代的に、ね、そうね、そうね、あるし。うん、まあ、うん、とにかくなんだろう、こう、うん、ラブコメとかね、青春漫画をちょっと一段落上げてしまったっていう意味では非常に、うん、いやー、そうなんだよ、うんうん、まずはじゃああれ、うん、出会いから語ります。出会いから、出会いからいきますか。北川先にじゃあ、どんな感じだった、ね、もうプロだもんね。いや、ああ、だからプロだったのか。ほぼ。でもそれはカルシンでしょ、の時だから、うんうん、なんか、そっか、その前から知ってんだよ。その前から一応知ってはいたんだけど、うんうんうん、ただちょっとちゃんと見たのは実は少年チャンピオンなんですよ。それはすごい、うん、少年チャンピオンで、うん、ユミコっていう連載を割と短期ですけどやってたんですよ、田上先生が、うん、で、うん、最初パラパラって見て、おやと思って、うん、めちゃかっこいい絵の人がいると思ったの、うん、で、うん、まあそのなんていうのかな、まあ、こういう言い方あれですけど、うん、小山田育先生の絵をさらにかっこよくしたいの人がいると思ったわけです。で、小山田育先生っていうのは、うん、当時スクラップブックを書いていたんですよ。はいはい、じゃ出してドン、うん、これですね。これが、そう、これです。小山田育先生のスクラップ。これは実は田上義久先生のお兄さんなんですよ。兄さんですよね。うんうん、兄弟で漫画家 ね、まあ、石渡兄弟とかもいますね。そうだね、うん、いますね。大体なんか弟の方がなんか妙にこう天才肌というかさ、うん、なんかそういうパターンが多くないですか。スタイリッシュな人が出やすいよね。いうかね、うんうん、感性で出てくる人。そうです。うん、でこの小山田先生が、うん、まあ、またすごくこう、うん、非常に紳士でいい漫画を描く、真面目なんですよ。郷土愛、郷土愛、うん、で、うん、あの最初その田上義久って名前を見た時に、まあ、はいはい、僕がまたピンときたのが、うん、結局ね、その、うん、僕は割と漫画賞とかをめちゃめちゃチェックしてる人間なんです。そうだね、うん、日本で一番チェックしてる多分、うん、そこは自負してるんだけど、絶対だと思う、うん、あの1979年度 の、うん、あのチャンピオンの漫画賞があって、うん、すごい豊作だった時期があったの。そうね、で、それは実はね、うん、れいちゃんが最初に送ったことがある回。そうだね、小学校6年の時に俺が応募してました。そう、神谷実先生って、はい、プラレス三四郎の先生なんですか。神谷先生に負けました。あれだよね、はい、先輩だよね。先輩です、うん、玉美の先輩で、はい、神谷実先生が入選した回なんですよ。そうだね、覚えてるよ、うん、ラストチェイスって作品で入選だったんです。そう、うん、俺あの時落ちてるから思いっきり覚えてるよ。そで、その時にあの実は小山田育先生が佳作に入ってるんですよ、うん、そのタイトルが12月の結衣っていうタイトルで、むちゃくちゃ覚えてるよ、覚えてるよ12歳だったけど。で、あのね、うん、その時の、うん、受賞の時の名前が、うん、田上克久って書いてあった、はいはい、で、俺はそれを覚えていたんで、うん、で、田上義久先生で田上って書いてあって、うん、絵も似てるし、うん、何か関係あるんだろう、これは探偵はもう見逃さないね。そうそう、って思って後々調べたら兄弟だってことが分かって、うん、とにかくね、僕は最初絵に惹かれたんですよ、うん、わー、分かるわ、うん、目力があるというかね、この絵です、ドン、うん、
田上先生一巻、そうなんですよ、もう衝撃の一巻でしたね。衝撃の一巻ですよ、まあ、これは後々本屋さんでジャケ買いしたんですけど、わかります、うん、はいはい、もうこの目力に惹かれてジャケ買いしたんだけど、うん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 、まあそれからね、まあ、僕にとってはもう本当に憧れの絵師、うん、田上先生、うんうん、だけど、うん、なかなかね真似できないんだ田上先生って、うんうんうん、特にあのくしゃくしゃっとしたペンタッチをやりたいんだけど、うん、あれってものすごくね鍛錬した線なんだよね、うん、だから素人がね、うん、やってもあの線できない、うん、しかもねロットリングで描いてる、うん、ロットリングで描いてる、おそらくロットリングで描いてる、なんかでも本人はね、うん、当時 G ペンと丸ペンで描いてたって言ってた、え、そうなんだ、そう、この表紙はロットリング、これは多分ロットリングだよね、かな、あ、いや、これはだ、うん、だと思ったけど、うんうんうん、これはロットリングかもしれないね、うん、そうそう、うん、中身はね、うん、普通に G と丸で、あ、そうなんだ、あと剣都市で描いてたっていう、まあ丸ペンっぽいよね、確かにね、うん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 、剣都市か、そうそうそう、そうか、うん、そんなにね、なんていうのかな、こう、うん、線の強弱が当時の少年漫画とかと比べるとなくて、なくてね、ポップで、うん、まあとにかくスマートでかっこいいなんですよ、うんうん、で田上先生の絵の真似をしようとするじゃないですか、うん、田上先生の絵がとても個性があるんで、うん、似ちゃうと、うん、あ真似してるって必ず言われる、すぐバレるだからあのサルバドール・ダリの真似はできないってやつ、ね、うん、まさにまさにそうで、そう、うん、そうだからこすーく技法だけ真似してた俺、あ、技法だけ技法だけもらってました、そう、例えばこうなんだろうな、草をくしゃくしゃくしゃって線で描くところとかっていま、うん、だに僕やるんだけど、高見先生の影響ね実はあるんですよ、わかる、レイちゃんの出会い真似したくなるよね、うん、いや俺多分ね高校1年か2年だと思うんだけどね、うん、たまたま入ったねコンビニの棚にね、うん、スピリッツがあって、はいはいはい、パラパラって見たら、うん、この2巻の愛しのエリーですよ、うん、ああそうだったんだ、あれの表紙ですよ、はい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 、カラーだった、多分センターカラーだと思ったんだけど、パラパラパラって見たらそれ見てしまって、うん、もう衝撃、あ、ちょっと全然違うの現れたと思って、ま、その俺の知らない漫画がここにあると思って、慌てて1巻探しまくって、うん、そっからもう2巻出るのを待ち遠しかったね、でもさ、なんか珍しいって言ったりしてたんだけど、うん、ほら、レイちゃんってすごい手塚信者じゃないですか、うん、そうなんだよ、で、まあ、うん、多分ヤンさんの人たちもそのレイちゃんが手塚治虫が好きっていうのはみんな知ってると思うけど、うん、で、田上先生が好きって結構本気で好きだから、うん、そうね、なんかそれがちょっと俺としてはね意外というか、うんうん、まあでも、うん、影響受けてるのは俺も分かるから納得はするんだけど、うんうん、なんかだから今日はその辺すごい聞きたいなっていうのがあって、そうだね、うん、まあなんとか当時の時代の風みたいなものと、うん、その時に俺は一番心が柔らかかったんで、うん、まだひねくれてなかったんで、ただ手塚先生とか、うん、水島新司とか、うん、マカロニとか、うん、もう本当になんつうの抵抗なく入ってきて、多分俺これが最後、あ、この話しんで俺は多分閉じて、もうあとは俺はもう何受けないぞと、俺がクリエイターになるぞって言って、はいはいはい、その開き直るっていうか、なるほどなるほど、だから受け入れなくなるんだけど、うん、なんかライバルになるんだろうね多分ね、作家が、あ、もう傲慢にも、はい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 、だからここまでは純読者であった最後の時代だと思う、それがこの頃だったんで、うん、やばかったね、でもさ確実にそれまでのラブコメとかの流れを変えたよね、うん、そうね、うん、そう、うんうん、あとやっぱりその、まあ、時代の空気とかもあるとは思うんだけど、うん、今日はその辺ね、その辺行きましょう、何がどう変わったかっていうのを徹底的に、うんうん、徹底的にやりますで、じゃあその絵柄の変化から言っちゃう、その当時のやつや、うん、一番それが手っ取り早いかな、ね、アキラの時にさちょっとやってたじゃん、うんうん、アキラ以前とか言ってた、うん、アキラ以後みたいな、そうだね、カルシン以前、うん、カルシン以後もね、はいはいはい、この同じタイミングなんでね、はいはいはい、そうそうそう、アキラと同じタイミングで連載してました、そうですね、今回もちょっと僕、はい、びっしり書いてきたんで、はい、まずみんな、ね、今日もすごいぞ、はい、今日もすごいぞ、はい、ほらほらほら、うん、これ模写だぞみんなでもまあ今回もすごいぞ、この表紙にやっぱりめちゃくちゃ惹かれたんだよね、やられた、ね、やられた、うん、まあアムロだな、そうなんですアムロがメガネかけてんです、そうですね、そうなんですよ、やられてます、そう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 、はいはいはい、そうですね、でもね、はい、この線はね今でこそ描けるんだけど、うん、当時はこれ本当にできなかった、難しいよね、難しい、うん、なんだろうね、うん、このぐしゃぐしゃって描いてるんだけどそのデッサン風にかっこいいみたいな、そうそうそう、うん、でもレイちゃんは今でもこういうのやるよね、やるね、大好き、うんうん、大好きよね大好き、これはでもねやっぱキャリアがないと無理ないなんだよね、そうかもしれない、だからこれを中学の時に真似しようとして何回も失敗して、うん、無理ってなっちゃったんだよ俺、うん、これで俺はちょっと解放されたところがあって、うんうんうん、いいぞ好きにやってっていう風にちょっと肩押された人の一人だね、高見先生にはピカソみたいな感じ、
あそうだから、うんうん、自由でやっていいよっていうふうに言われたから、それまではなんかしっかりした線描かなきゃいけないっていうのがあってとらわれてたんだけ ど、 なるほど、高見先生自由じゃない、あそれでいいんだっていう、なるほど、なんか楽にしてくれた。俺はなんか逆に変な話なんだけど、うん、これが真似できなかったんでしっかりした線の置いちゃったなるほど、いろんな意味で分岐点になった。そう、分岐点だったね。これをやりたかったんだけど、うん、できなかったんだよ、うん、子供すぎて多分、うん、いやいやこれ難しいよ。 それで、うん、じゃあちょっと、はい、まずそのカルシンが始まるちょっと前くらいというか、まあ、同時期も含めてなんですけど、うん、ラブコメそうねっていうのがどんな感じだったかっていうのをちょっと書いてきましたそうちょっとね、うん、アキラのとこかぶりますけどね、はい、より深いところに行きますね、はい、これちょっとこれを見てください。はい、はいはい、やばいですこれ、はい、うん、ラブコメっていうのはね、うん、柳沢君雄先生が最初にやったんじゃないかっていうふうに言われてるんだよね、うんうんうん、やっぱり飛んだカップルが一番ラブコメとしては最初かなっていう、うんうん、まあその前に月とスポンとか女だらけとかもあったんだけど、そう、ね、ただその男女をしっかり描くっていう意味ではやっぱり飛んだカップルが最初、うん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 、なんかやっぱりその柳沢君雄先生ってすごい少女漫画を読んでた方らしくて、うんうんうん、で少女漫画にはラブコメっていうジャンルがあるのに、うん、なんで少年漫画にはないのかなっていう疑問を持って描いたっていうふうになんかインタビューって言ってらしたんですよ。ベチ先生ね、そうベチ先生、懐かしいね、まあベチ先生ですね、うんうん、これ世界ちゃん覚えてます、うん、世界ちゃんの髪の描き方すごいねなんか猫の尻尾みたいなでもこれ全部がツヤだってことでしょ。そうそうそう、あのね、なんだろう、多分少女漫画の金髪のツヤをなんかね、うん、多分ベチ先生が自分にでアレンジしちゃったみたいな。ああ、それでこんな独自な、そう独自な変化をして、うん、他のキャラクターでこういう風に描くのないもんね、ない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 、先生の中でね、うん、まあでも金髪戦のイメージなんだと思う、多分。あ、うん、この頃はさ、すごくちっちゃい男とすごく大きな女っていうさ、鉄郎メーテルのパターンがすごい流行ってた頃ね。そう、あのカボチャワイもそう、カボチャワイもそうだね、うんうん、そうだから女の子がちょっと大きくて、うん、男の子がちっちゃくて、でどっちかって言ったらこうチビでコンプレックス持ってますみたいな、で母性的なキャラのヒロインっていうのがね、かぼちゃはまさにこの月とスポーツ、そう月とスポーツのパターンを持ってるね、うん、でまあ、あのこれは胸騒ぎの放課後っていうのです、うん、はいはい、村尾先生、村尾美代先生、はいはいはい、でこのコーラ持ってる感じとか、このさ、なんかテレノとかやばいでしょ、なんか楽しい感じっていうか、なんだろう、でも村尾美代先生はですね、うん、あのこの柳沢君雄先生の実はアシスタントなんです。なるほどね、そういうつながりがあって、うん、多分その柳沢君雄先生が飛んだカップルを描いたんで、うん、多分その後独立して同じ路線に行ったっていう、なるほどなるほど、うん、あの柳沢先生は70年代引きずってんだよね、すごくね、うん、だから暗いじゃん、暗い、この人作品、そ話が進むことにどんどん暗闇に引きずり込まれていくけど、村田先生はそ割とそういう感じはなかった印象だよね。村田先生趣味赤とかめちゃくちゃ暗かったよね。ああそう。ドクライ漫画描いてた、ね、いやいや本当そう。でもあれはなんかね、柳沢君雄先生がなんか、うん、こう自分がラブコメを確立した後に、うん、なんかみんなが同じようなのバッて書き出して、ね、なんか、うん、すごいなんか。まあ、良くないものも多くてって本が言ってたけど、なんかそれが嫌で、もう俺書かないって言ってやめちゃって、あ、そうなんだ、方向を変えたらしいんでね、うん、まあ本人は今となればあの時もまあこの先に終わった同じ路線のものを書いたら全然多分儲けもあったと思うんだけどつって、なんかそれをやる気がなくなっちゃったんだって。そうだった、なんか割と適当なラブコメがどんどん増えちゃって、なんかそれに反発してたって。だから若かったんだよね、多分柳先生が。でも一大ラブコメブームだからね、80年代の頭といえばラブコメだもんね。ラブコメだからね。でまあこれはもうド定番の人気ですね。はい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 、ここから、時代はチャンピ、あ、じゃあサンデーっていう、ね、そうね。でもこれビッグコミック、少年ビッグ、あ、少年ビッグだったね、これね。この後の、タッチからだね、うん、でこれが大体ね80年から84年なので、カルシン81年だから、カルシンちょっと先なんだよね。そっかそっかそっか、そっかそっか。そうでまあでもこれは2人の女の子がいてどっちを選ぶみたいな話なんで、うん、だからその女の子が増えてるっていう意味ではちょっとやっぱり新しい。確かに。あと、うん、あのさ、日当たり良好が70年代の青春群像劇だったじゃん、うん、で少女漫画だったよね、うんうん、だからそこにちょっと親和性はあるね、高見先生ね、うんうんうん、近いところ あるな、あるあるある、うん、まあ足立先生なんかはやっぱり、まあ、ラブコメのやっぱりこう基礎を作ったっていう部分もある。そうね、アクション漫画で、うん、出てきてね。そう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 、なんだろう、あの、うん、足立先生と柳沢先生ってちょっと違うよね。違うね、うんうん、何が違うんだろう、これ暗さじゃない。だからそうかも、柳沢先生は70年代ブルースが入ってるんだと思う。わかる、うんうん、で足立先生の方はドライだよね、ドラムシンセ、うん、なんつの80年代ポップ感みたいなものに思いっきり振り切れたんじゃないかなと思うんだよね、うん、なんか、うん、あの足立先生って割と書かれてないところに暗いドラマがあったりするじゃん。
あ、そうだね。そう、うん、でも柳沢先生は暗いドラマを正面から書いちゃうじゃん。暗いですよって書くじゃん。書く書く、うん、でもいや、あの、なんだろう、足立先生はね、そこは隠すんだよね。隠す隠す、うん、背景で見せるとかね、うん、だから、うん、なんかキャラクターがテレアだったりとかちょっと二面性があったりとかして、うん、なんかその辺はうまくかわしてるよね、うんうんうん、多分ね、うん、情念のね、うん、捉え方が違うんだと思う。違うんだと思う、ね、柳沢先生は情念を真正面から撮る、うんうん、70年代スタイルで、はいはい、そういうのってかっこ悪いよねっていう風に振り切ってからの足立先生の時代が始まるんだよね。完全にそうかな、はいはいはい、うん、で、うん、次はこれですね、まあ、少年ジャンプだとね、泉ちゃんグラフィティってなったんですよ。はいはいはい、うまいよね。なんかね、金井先生は今模写しても可愛い絵なんだよ。いや、ほんとこの バランスが奇跡的に素晴らしいバランスだね。素晴らしく可愛くて、うん、まあ、でもホールインワンの頃からエロかったしね。エロいね、うんうん、だからジャンプだとこんな感じ。パンチラ革命だよね、そうだね、金井先生といえばね。パンチラ革命だから、うん、みんな桂先生だと思ってるけど、実は革命は金井先生です。金井先生です、はい、金井先生でしたね、はい、で、まあ、うるせえやつらなんかも一応ラブコメに入るのかなと思ってこう書いたんだけど、うんうん、まあでもこれもね、一応78年から始まってて87年までやってる。すごいな、長いんだよ、うん、スターウォーズから、スターウォーズが上映された年から始まってるそうそうそう、そう、ちょっとねスタートは早いんだよね、うんうんうん、すごいね、そうそうそう、天才少女現れるだもんね、うんうんうん、まあでもこれはどちらかっていうとスラップスティックコメディとかそっちに近いのかな。いや、俺なんかそのだから、あの、ルミコさんに関しては、うん、あの、高橋留美子の白と黒に分けたっていうのが大成功で、うんうんうん、闇編と光編に分かれて作品出すじゃない、うんうん、人魚の森みたいなのを描きつつ、うんうん、ポップなのっていうのは、その分け方がとてもうまかったんだろうなと思う、ね、うん、まあ、その高橋留美子先生はね、諸星先生の大ファンなんですよ、うん、要するに諸星大二郎先生、まあ、諸星当たるってまさにそこから撮ってるんで、そうだね、うん、だからルーミックワールドではほぼ諸星ワールドをやってた、はい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 、うん、で、まあ、ベンチャーなところではこういうのを描いてたっていう、まあ、うん、非常に頭のいい、頭いいよね、使い分けてますね。本当だよね、恐ろしいね。まあ、その、僕はね、個人的に、うん、当時の少年誌ラブコメで最終兵器だと思ってる作品があるの、まあ、裏最終兵器なんで、はいはい、楽しみにしてください、うん、皆さん、うん、すごいの出ますよ。これ何だろうと思うんだけど知ってる人は多分、まあ、もう40代以上になるのかな、みんなが大好きなやつです。これです、はい、きたー、柴田区先生のキックオフです。柴田区よろしく、キックオフ、うん、これがね、うん、なんて言ったら、少年誌ラブコメのね、こう童貞エッセンスを煮詰めてニコゴリにしたような漫画なんだよ。その通りですそうです、これが童貞です、うん、そう、はい、あのね、これは、うんうん、江口久志先生とかにめちゃめちゃパロられたんだよね。そうですね、うん、これ突っ込まずにいられないからそう誰もが黙ってられないので、このユミちゃんっていうと、はい、あの長井くん、まあ、太陽くんっていうんだけど、はい、むっちゃうまい、この二人が本当にこんな絵だったあの見つめ合うんだよ、はい、見つめ合いますね。で、こう、最終的にこうユミちゃん、はい、長井くんって言って、はい、こうハートハートみたいになる子が必ず出てくるの、そう、毎回で、ね、それがあまりにも破壊力がすごすぎて、うん、みんながこう突っ込んでて、うん、今これやったら多分ネットでこうめちゃめちゃ貼り付けられるような、そうだね、コマなんだよ。そうだね、うんうん、そのぐらいちょっとこうポイントが高くて、今だからこそ読んでほしいですね、キックオフ。絵もね、うん、なんだろう、こう足立先生のさらにどぎつくしたような、そうだね、なんだろう、ベース足立先生なんだけどなんかもっとこう目がでかくて、あ、そうだね、もう一番目がでかかった頃のこうムーミンみたいな感じトビアソ先生が怒っちゃったみたいなぐらいのこう目なんですそうだね、うん、思い出すね、その話、そう、どんだけでかいんだってい う、 こう男の子も目がキラッキラしてるわけですよ。してた、してた、してたね。で、なんて言うんだろうな、こう、うん、で全然話が進展しないんだよ、うんうんうん、そうね、だから落ちないんだよね、落ちない、まあ、これ基本的にはキックオフってタイトルなんで、うん、一応サッカー漫画なんで、そうそうそう、男の子はサッカーやってる日常の中に、うん、このユミちゃんって多分これ森尾ユミだよね、うん、そうかか、森尾由美か多分、ね、そ, かそんな気がするんだけ ど、 なるほど、まあ、でこういう感じで、まあ、これがね、とにかく、まあ、僕らはこれを読んで、うん、なんかちょっとラブコメに対してお腹いっぱいになっちゃったんだよ、なんか、わかります、うん、それで恥ずかしかったもん、恥ずかしく て、うん、もういっかな、うん、ラブコメみたいな、ありがとうございますって思ったもん。そうそう、うん、でこれが、まあ、大体その80年から83年なんだよ、だから実はこれカルシウムにちょっと後なんだよね、だからなんかカルシウムが先に出てきてくれたおかげで、うん、なんかもうこれ読んでお腹いっぱい、わかる、軽々超えて、軽々超えちゃって、うん、まあでもこれは少年漫画だったんで、そうね、童貞漫画だったんで、すごいのが千葉拓先生って、うん、これをみんながこうパロって遊んでたっていうのをこう多分本人も分かってらして、うんうんうん、最終回これを見開きでやるんですわ、うん、ああそんなキックオフだったのね、そうそうそう、うん、でそういうとこちょっとね、僕千葉拓先生に好感持ってるんだけど、うん、そうなんだ、うん、なんかそのやっぱり分かってるな、うん、この人っていうとこあって、これがジャンプで、これがジャンプでそうやってて、やったんだな、うん、やってたんだよね、すごいね。
だからこういう流れがあって、うん、カルシンがあるんですけど、うん、生まれたっていう、ね、うんうんうん、はいはいはい、それでじゃあ、うん、あ、じゃあこの前にちょっと、ね、この前にじゃあカレーザーシンドロームどんな漫画かっていうのをちょっとだけ説明しますと、なんとその主人公がいきなり東京を捨てるところから始まる物語です。そうです。だからその80年代といえばその TOKIO の時代で東京キラキラっつって東京に集まっていくというさ、みんなが上京していくっていうその時期の直前に東京から降りるっていう流れがありました、うん、だから主人公はジープに乗って、ジープに乗ったカメラマンの23歳のカメラマンとイラストレーターの男2人組が退職金でジープを買って、ほんで軽井沢の、お姉さんのところに、頼って住みようのお姉さん、ね、そうそう住みようのお姉さんのところに頼って来るっていうところから始まると、うん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 、でお姉さんは美大の研修所かなんかで働いてらっしゃって、そうそうそう、それで軽井沢に行くと、でっかいビルハウスみたいなのがあって、うん、そこで一人で、ね、そうそうそう一人でいるから、うん、そこに転がり込もうぜっていう非常に軽いやつで、うん、しかも退職金全部ジープと備品とあのローンで全部消えちゃってもう金が完全にねえぞ俺たちどうしようって言って、うんうん、で行くんだけど、ビルハウス着く前に寄って、うん、ラクカっていう喫茶店でもうナンパしますからね。そう、ハーレー乗った女の人をね、うん、そうです、うん、でそこにエリちゃんがいてって言って、その主要メンバーそこでもうすぐに出会って、はい、何が起こるかっていうと、もう軽いナンパだよね。そうだね、そうで一発軽いナンパで、この人いいかみたいな恋の予感とともに、あの同居が始まりましたっていう、うん、そのお姉さんとの同居が始まりましたっていうところで始まる。でそこから、巻き起こる青春群像劇、うんうん、まさに。そしてその、主人公である、相沢浩平君は、うん、元暴走族の総長だったと。 そして2代目二郎君が同じように軽井沢にいると、はい、っていう、はい、そういうことが分かってて、はい、背景には、それなりのブイブイ言わせた過去みたいなのがあるぜっていう、なんだけどまだ23歳というね。で、なんとかカメラマンで食ってるみたいなね、うんうんうん、感じのそんな物語なんですよね、軽井沢シンドロームっていうのはね、うんうんうん、基本的にやっぱりキャラクターがすごく重要だよね。そう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 、話のテーマっていうよりもキャラクターの魅力で呼ばせる漫画。そうだね。とりあえずじゃあその、どっかでこれ、まあ、軽井沢の話先にしちゃおうかな、うんうん、先にしちゃいましょう。あの無料部分でね、実はね、そうまずこのボン出してもらっていいですか。まずお兄ちゃんのね、このスクラップブックを書いたお兄ちゃんの、小山田育先生っていうのと高見先生っていうのはね、ちょっと、2つ差があるわけなんですが、うん、その小山田先生56年生まれで、うん、あのこのねさらにねちょっと前にね、うんうん、あの大友克洋が生まれてます。大友先生54年じゃなかった4年とか、うんうん、そうそうそう、だから2年おきに、うん、まあ、生まれてるわけなんですが、はいはいはい、小山田育先生っていう人と高見義久先生っていうのは、うん、ちょっとしか年齢変わらないんだけど、うん、決定的にこの2人の間に世代間がダーンとあってね、うん、でねこれね調べてたらねすごい面白かったんだけど、うんうん、このね56年育先生生まれました、うんうん、58年高見先生生まれました、吉久先生生まれました、うんうん、間の57年に何があったかっていうと、うん、なんと、うん、美智子様が軽井沢でデートされてます。あなるほど。つまりあのこの2人が生まれる間の年は、うん、日本中が軽井沢に注目させてほしいの。そうだ、軽井沢ルネッサンス、はいはい、そうそうっていう年で、はいはいはい、でこれが結構でかくて、軽井沢っていう場所が、まあ、第二の東京っていうか、うん、むしろなんつうかな、パリに対して大使みたいな、あそういったさ、なんつうかな、で軽井沢シンドロームの中にも出てくるけど、うん、その軽井沢は東京の植民地だっていうセリフが出てくるじゃないですか、うん、で、うん、埼玉は田舎だっていうんだよね、うん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 、で大宮は田舎じゃないかっていうんだけど、うんうん、軽井沢特別ですよっていうその意識が、うん、そのこの2人の作家にはあると、お兄ちゃんにもあるし、うん、その田上先生にもあるっていうのがすごくある、うん、あって、はいはいはい、うん、これがなかなかその当時語るのにすごく面白くって、でね、うんうん、で小山田先生の文化圏っていうのはこちらなんですよ。あのね、超フォークです。はい、そう、はい、それで、はい、分かるわ。あのなんつうのかな、みんないい人、
コミュニティ、うん、コミュニズム、うん、で、なんつうの、なんつうか、共産主義の暗いところがないコミュニズムっていうさ、うん、っていう、そういう、まあ、いわゆるヒッピーカルチャーなんだけど、ヒッピーというよりは、うん、北の国からに近い、ああそうだろう、そういう時代の感じで、うん、でこの時期っていうのはヒッピーからフォークロアっていう時代で、はいはいはい、はい、でカーペンターズなんですよ、やっぱり基本的には。あ、青春の輝き、ね、青春の輝きなんですよ。だからそれでみんながなんつうかな、もうなんつうかこう学生運動でいろいろあったけど、うん、そろそろもうちょっと落ち着こうよっていうさ、で東京じゃないよねって言って、でこの頃深夜特急があるので、あのディスカバージャパンの時代に入ってくる、つまりみんな心の旅の時代なんですよね、この頃っていうのは。でそれで東京で、火炎瓶投げ合ってたんですよ、それまでは、あの下馬棒を持って、あの体制と戦ってたわけですよ、はいはいはい、でそれと敗れて終わって、でアキラと同時期だけどね、アキラはその、近未来情報に行くんだけど、あの同時に動き出すのは心の旅の時代があって、その郊外、地方に何か居場所を求めていくという時代になっていくわけですよ。これディスカバージャパン出してもらっていいですか、こういう感じ。これだからその、でこれがまあ、じゃあ、なんて言うか、当時のその、なんていうか旅行会社とか、JR とか、まあそのもう一大キャンペーンをして、その、まあ日本を再発見しようよっていう時代だったですね。だからそうするとこの頃は中村雅俊が心の旅とか、そうだね、そう、ああいう時代ですね、そうそうそう。それで都会的なるものに敗れた俺たちは、もう一つの新しい聖地である地方を発見しようと言って、北の国から80何人みたいなさ、っていう、そういう時代なんで、ね、太田博美の木綿のハンカチーフ、ね、その通りです。あ、その太田博美感はすごくあるよね、すごくあるね、軽井沢ジンドロームは、ね、そうそうそう、でこの頃なんとかな、地方と東京っつうのが両方とも物語の中心になってて、行ったり来たりの話が結構多かった、で、松山千春、中島みゆきみたいな、その北海道から来てる、グリーン から、九州から、はい、あ、はい、広島から吉田拓郎が来るとか、つまりそのなんとかな、どちらにもふるさとみたいなさ、ふるさとと東京みたいなもの、大都会だよね、クリスタルキングの、そう、あれは九州からだけどさ、そういった、そういうそのなんかな、移民だった、移民の時代っていうかね、そういう頃なんだよね。で東京がその何、俺たちの住むとこじゃないよねなんつって戻るっていうさ、これすごく新しい I ターンっていうかさ、なんかそういう地方に戻るという田舎に帰る物語の始まりで、それは敗北ではなくっていう話なんで、ところがふわふわしたわけでね、まあ、着地せずに行くというね、そう言われてみるとさ、大都会のクリスタルキングのボーカルってセミオみたいだったよね。あのね、サングラスもこういうのしてます。そうだから割と俺はそういう感じです、カーリーヘアで、カーリーか、ロンゲンもじゃもじゃで、こういうそのティアドロップみたいな人たちがたくさんいる時代ですね、桑田正宏さんみたいなね、そう、だから、高見さんね、あの初期の作品はね、主人公そんな感じ、そんな感じ、ね、まさに、70年代、ね、だからから80年代っつってね、それでこのどうぞ、この軽井沢っていうのがね、そのね、ただの長野県じゃないんだよ、聖域になっていたっていうところがあって、そのせいで、軽やかな脱東京っていうのが可能になったっていう時代、軽やかな脱東京いいな、そう、だつまりさ、敗北して田舎に帰るんじゃなくて、その特別な場所だったがゆえに帰りやすいっていう、でもそっから今までずっとそういう感じ来てるよね、軽い、そう、でそれはさ、もともとさ、その場所にその2つの理由があって、1個は白樺派がいるわけだよ、白樺、それで、これって面白くてさ、軽井沢新東部をさ考えてたらさ、まさかの白樺派に行くわけなんだけどさ、つまりさ、大正時代に大正デモクラシーがあって、で民衆の時代、自由のっていうさ、そういう空気があって、そこから生まれた文学みたいなものがさ、白樺派みたいなの作っていくわけでさ、その人の一部が軽井沢を本拠にしたっていう、有島さんとかがそうだったっていうさ、っていう、そのせいで、その軽井沢にはその文学の、なんつうかな、伝統があるという、そう、これそのだから文学者たちの軽井沢っていうのがあるわけなわけですよ。そしてね、実は軽石に出てくる暗さみたいなのあるじゃん、でさ、軽井沢で有島さんは心中してるわけですよ。マジっすか。そうだ、そうなんだ。そう、へ、つまりその
そういった要素みたいなものが全部この中にポップに吸収されていく、うん、でもねこのポップさっていうのはね、うん、多分本当に田上先生ってあの本能でやってたというか、そうあのこの方って実はその、うん、軽井沢の軽井沢高校に通ってたらしいんでね、うんうん、だから本当にその軽井沢っていうのは自分の知ってる場所だったんで、うん、書いたそれだけですっていう感覚だったみたい、うん、特に選んだとかっていうわけではなく、うんうんうん、やっぱり自分が知ってる場所は軽井沢だったっていうのがその田上先生が言いたい、うん、多分さ今だったらさ下北沢で生まれちゃったみたいな感じでさ、うん、そう多分そうだと思う、だからその抵抗なく地元だったっていうのがあって、だからなんか旧から行こう中から行こうとかさ、うんうんうん、なんとか銀座行こうとかっていうの出てくるんだけど、うんうん、それが日常だったっていうのがすごく大きいよね、なんか力んでないっていうのがすごくって、そうなんだよ力んでないんだよね、そうそうそう、であとね、うん、もう一つでかいのが、うん、その一個前の要するに、うん、団塊世代の、うん、その情念の世界っていうのが終わるんだけど、はいはい、こう、うん、まさに終わってすぐ一発目出てくる人だ、この方、ね、これとアキラです、あだから情念を振り切って、そして、うん、あの足立先生も出てくるから、はい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 、もちろんその一個手前に、うん、あのうるせえやつらがいますよ、はいはい、そうやって熱血と情念の時代を終わらせるっていう、はいはい、そのクールなカルチャーがバーンと出てくるっていうタイミングなんだけど、うんうんうん、そことあの軽井沢の関係性もここにあったりするわけですよ、なるほど、そうか、浅間山荘は長野県です、長野県なんだね、そう、つまり理想を追い求めて戦った学生たちの最後の戦いがあった場所っていう、そして非常に間違った方向に行ってしまったっていう、そういう悲しい最後の場所っていうのが浅間山荘で、もうこれ一個あの何に似てるなと思ったらネイティブアメリカンネイティブアメリカンが白人に追われて最後の戦いをしていったっていう場所がいくつかあるんだけど、カナダの国境とかさその辺があるんだけど、まさにそういう場所なんだよね長野県、そうそうか、そう山で終わったんで理想が、でそこに新たに俺たちどうやって生きていこうかっていうのが始まるっていうのがこの軽井沢シンドロームっていうこと、そこをすごくやっぱスタイリッシュにやってくれたよね、そうなん本当に、うん、それでねそこにある空気っていうのがもう、ね、まさにね俺ね軽井沢特別区っていうのがね80年代にね生まれます、はいはいはい、80年代には軽井沢行ったら結構ウェイウェイやっていいよっていう、うん、その軽井沢でテニス合宿っていうのがものすごくこう若者今これ来てるねっていう時代があって、あったね、あったよ、でこの頃にだからその JJ とかがあって、まあハマトラニュートラとかって言われる時代で、で一方ではその湘南カルチャーっていうので、あでその丘サーファーみたいなのが現れた頃で、もう一方では高原っていうのは高原、高原だから清里って、うん、清里、うん、清里軽井沢っていうのがもう一つ若者の憧れの場所だったっていう、このね、ホットドッグプレスサマーアイビーっていうねサマーアイビーですよ、すごいな、なんか恥ずかしくてこうちょっとなんか言いたくないようだったタムダでサマーアイビー、そういやもうね、うん、もうすごいですよ、で、うん、この頃だからあの連載してた、うん、その軽井沢あのシンドロームと同時期に連載してた我が名はウルフっていうのは、うん、はいはいはい、あのそういった軽井沢のペンションで、うん、に転がり込んだ男がやってくる女子大生をやっちゃうってだけの話だよねこれね、基本的に。でもなんかまあやっぱり彼氏と一緒に女の子いっぱい出てくるよね、いっぱい出てきて次から次へと我が名はウルフですからもうねタイトルで言っちゃってるからね、もう来る人は食うぜっていうさ、うんうん、男は狼なのよっていうのをタイトルにして、うんうんうん、本当にやりまくるだけの物語っていうのをまあやってますよね、うんうん、なのであのこんなとこんなその軽井沢特別区がまああったがゆえに、うん、ここでなんとかなあの青春群像劇をやるのは非常に向いてたというかその時期の、うんうん、でしかもタイトルにシンドロームってつけるセンス、センスがね、うん、症候群、症候群、つまりこれ病気ですって言って最初にその軽井沢なる、うん、その特別区で、うん、起こっている男女群像劇っていうのは病気だし、こういった若者のふわふわした浮かれた感じっていうのが、うん、その時のこの世代の全体が共有した病気だったなっていう、うん、なるほどね、それをクールに見せてるところが、うん、あのまあ、やるよなっていう、うんうん、本当に思うんだけど、田上先生がそれをすごい全部
細かく考えてやってたかっていうとなんかいろいろ違うような気がしてそうなのよ多分そう天才肌なんでなんとなくやってたんじゃないかって惑星直列だと思うのね、うん、だから同時にそのいろんなことが、うん、高見さんの中で重なったというのがあるなっつって、うんうんうん、でさあと一個言ってしまおうかなと思うのが、うん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 軽井沢を舞台にしたっていうことで、うん、この聖地巡礼っていうのが、うん、こっから始まります俺もう巡礼したわしただから軽井沢シンドローム持って同じような背景のところをこう見て回ったもんやりますよね、うん、オルコタイタ探しますよねやりましたもちろんこのラクカのモデルになったそう、行きますよね行きました、ね、もう今はないらしいですけどね、だから行くとやっぱファンが来てで、うん、なんかまあこんな色紙があったりなんかするという、うたまんないっすよねたまんないね月堂っていうのが、まあ、最初に転がり込む、はい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 、マスターのいる喫茶店というね、うんうん、まあその喫茶店カルチャーって本当に70年代は重要だよね70年代といえば喫茶店だよね喫茶店、うん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 、なんかさ格子が細かいねでさこれマカロニフォレストにも出てくるし七飯ライダーね、あと七飯ライダーのピットインですよね、うんうんうんあとなんて熱中時代とかさ、うん、ドラマでも必ず喫茶店だよねで必ず喫茶店だよね、うんうん、そこがだからなんか僕もその意識しないで、うん、でもなんかやっぱりこう青春群像劇の中には喫茶店を出さなきゃいけないんだ的なね脅迫観念があったわかるこの当時のマナーですそうね、うん、姉ちゃんも B バージでヒデさんとかいや、ね、そうそうそう一応そういうタイプのそうそうだからまあたむろする場所としての喫茶店っていうのがあってねでこう主人公を理解してくれる空間そうそうそうでそこにちょっとだけ大人の人がいて、うん、でそれがだから、うん、ラッカーのマスターそうだね、だったね、うんうん、当時のチャンピオンだったら振られる龍之介とかもそうだねあそうだねえなんか何なんだろうねこの時のヒゲのマスターってヒゲのマスターは絶対必要だった、ね、必要だった、うん、なんかこうちょっとオーバーオールみたいなの着てて、うん、あそう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 ちょっと優しい感じのねそう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 、うん、まあなんか主人公がその親とはまた違うこう父性というものをそこに求めていたというか、うん、なんだろうそんな雰囲気があったんじゃないかそうだね、うん、なんかねなんかその、うん、家の居間ではない場所っていうのが必要だっただろうね、うんうん、タッチのさ南ちゃんがさ、うん、なんか家が喫茶店だったよね南風だってそう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 だし、うん、あの時代はみんなそうなんだなっていうね、うんうんうん、今はねそんなに静止物書いたって喫茶店出てこないもんね、うん、そうだよね出てこない、うんうんうん、やっぱりあの時代の空気だよねいやだ逆にね、うん、こういうリアルな青春ものって今あんのかなっていうちょっとあ、うん、俺もわからないむしろその、うん、恋愛自体がファンタジーになってしまってまあでもまあ恋愛そもそもがファンタジーではあるんだけど、ね、まあね、うん、ただしこのあれですよ軽井沢シンドローム何しろリアルなんです絵がねものすごくポップで可愛くって変化するんだけど、うん、内容がむちゃくちゃリアルで、うんうん、何しろ生理が来ないのどうしようみたいなことやりますからね平気で平気でねやりますよねそしてこの当時からセフレを描いてますねそう、そうなんです、うん、だから結構そこ本当に衝撃だったんだねびっくりだよねびっくりだった、うんうん、普通こんなこと書いちゃったら読者嫌われないかなって思うんだけど、うんでも、うん、当時やっぱり浩平ちゃんかっこいいと女の子言ってたし、ねうん、だからやっぱそこはね、うん、巧妙に やってると思う高見先生、うんうん、でもその巧妙さも多分本人は意識してないと思うんだけど、うん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 、そうなのそうなんだよそこがそんな天才ってかモーツァルト高見の資質さっていうか、うん、とにかく浩平ちゃんはねスーパーマンなんだよ、うん、俺に言わせると、うん、かっこよくて、うん何でもできる頭もいい欠点ないんだよねそうなんだよそうだからそうなんか本来だったらカチンとしそうなんだけど、うんうんうん、なんだろうねこう許せちゃうとこ何なんだろうねあれねいやこれ一個は70年代のハードボイルドマナーの系譜だと思うんですよこれそうそうそうだそうだ、うん、まさにつまりだからコブラの負けない感じ、うん、ルパンの負けない感じ、うん、そして、うん、あのハンソロこれ続編だけど、うんまあ、あのハリソン・フォードのハンソロ登場みたいな直後なんで、うんうんうん、まあ時代がね、うん、ああいうそのやさ男、うん、余裕です、はいはいはい、でチャラいです、うん、でもやるときはやりますよっていうさ、うん、サイバリオとかもそうだね、うんうん、でもさなんだろう後々のさなんだろうあのこう例えばイニシャル D の主人公みたいなさ、うん、あれちょっと奥田民生的なニュアンスの人とは違うよね違うね違う違う、うん、だからなんか昔あったで、うんうんうん、一下りあって、うんうん、で傷も抱えてんだけどそっかもう笑えるよ、うん、俺はっていうところにいてだから過去も語らないんだけど、うん、感じさせるというダンディズムっていうか、うんうん、なんか民生的な人たちはこうやる気ないんだけどすごい才能あるみたいなあはいはいはい そ, うあそれはだから、うん、バブルの頃
って感じすごくするよね。うん、バブルの頃は闇雲にラッキーっていう時代になってくるんだけど、はいはい、この頃80年代の前半は理由があるんだよね、うん、強さ、そうだね、強さや 軽さには理由があると、うんうん、まあ、だから浩平ちゃんも一応昔族の頭だったっていう、そうそうそう、そして友達を失っているというのがあるからね、うんうん、だけどそれをことさら言わないっていう美意識っていうか美学っていうかね、うん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 、男、それが俺多分ハードボイルドマナーなんだと思うんだよね、うんうん、とにかくね、カオルさんのキャラがやっぱり衝撃だったんですよ。このカオルさんですね。カオルさん、カオルさんはスミオのお兄さん、お姉さんで、そうですね。はいはい、で、うん、あの浩平よりも年上なんだよね。うんうん、で、25歳なんだけど、うん、なんかお尻が垂れてることを気にしている。そう、25歳なのに。まだ25歳なのに。すごいよな。そう、カルシンって実はあれなんだよね。うん、こう生年月日とかがさ、自己紹介のところに書いてある、ね。書いてあるね、誕生日が。うん、俺スミオと誕生日一緒だったからびっくりした。ああ。だって基本見るよね、そういうのね。はいはいはい、はい、なんかだからカオルさんってね、30年生まれなんだよ。ああそうなんだ、じゃあ俺ちょっと一回り上だ、浩平ちゃん32年なんで、住友が34年、うんうんうん、なんかね、よく覚えてるね、そうそう、そういうふうにちゃんと書いてあって、うんうんうん、だから浩平ちゃんより2つ上なのかな、うんうん、だからやっぱりこうなんだろうな、そこがうまいところで、そのやっぱり薫さんはその浩平をこうちょっとやんちゃな、やっぱりなんだろう、弟みたいな感覚で愛してるよね、そうね、うんうんうん、だから浩平にセフレがいても割と平気で許しちゃってるっていうところがちょっとすごくて、ね、普通そんなこと書けないよね漫画に。いや本当にそうね。すごくポップに書かれてんだけど、うん、そこに登場してる人たちは、うん、なんとかな、昭和の大奥のマナーみたいなさ、だからさ、その、うん、そう、みんな浩平ちゃんのことが大好きなんだよね、うん、女の子たち。そしてみんな寝ますから。そう、うん、それでそのなんだろう、そういうやんちゃなことをしてる浩平ちゃんが好きだから文句言わないっていう、なんかそういう流れなんだよ。そうそう、そして女同士が争わない、うん、そう、ハーレムだよね、気使うんだよね、あの子が傷つかなかったらいいのにとか言ってちょっとみこう、そうそうそう、身を引いたりとかね、うん、なんかちょっと一夫多妻制的なね、うん、そう、だからその一、それさ、実はさ、だから、うんうん、これも長野なのかな、なんか長野の人がそういうようなこと言ってて、友達が、長野の友達がね、だからそのもうちょっとね、その現実には一夫一妻制でギスギスするんだけど、うん、実際はそんな風にはいかねえだろうと、うん、あっちとこっちもいろいろあるだろうと、うん、で男も女もそれ分かってるんだと、うん、だから言わねえよっていう、うん、そういうそのある種の精神性の高さみたいな、うん、これが許せない人たちもいっぱいいるし、その後はどんどん不寛容になっていくんだけど、うん、そのまだ寛容性が残っている人間関係みたいなものがここの中に入ってんだよね、乗っかって、うん、無意識に乗っかってるっていうか、今のようなネットとか SNS の時代だともうさ、うん、こんなの無理じゃん、うん、必ず叩かれるよ、ね、もうね、大変ですよ、大変ですよ、うん、小林ちゃん、そう、ボコボコですよ、最低野郎になりますけどね、だからやっぱりこれはやっぱりなんかある種そういう意味ではちょっとノスタルジーなのかな、うん、ああそうなの、だから、うん、なんだろう、本当に言うのが難しいんだけど、難しいね、だって傷つくじゃないですかみたいな言われたらその通りですって思うんだけど、うんうん、まあそうなんだよね、でも当時のその日本の女の人にはこういう美意識で動いてる人たちがいたんだと、うん、でも確かに俺当時カルシン読んでて、うん、なんかその浩平ちゃんがノンとこうセックスしてるじゃん、うんうん、確かにちょっと頃は傷んだんだよね、うんうん、でも、うん、多分実際俺がもしね、カオルさんの立場だったら、うん、なんかやっぱり許しちゃうのかなっていう、うん、気もちょっとしてて、なんかね、それですごいこう葛藤しながら読んでた、うん、どうなんだろうこれはって思いながら、うん、ラブホでさ、うん、コンドーム膨らますんだよね、風船みたいにプーって、もうさ、高校生には衝撃だよ、ね、そんな風に遊ぶのって、そう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 、軽っていうさ、うん、でさ、カオルさんもさ、ノンのことを知ってるわけじゃん、そうそう、で嫌いじゃないんだよね、そうなんだよ、でその嫌いじゃない子が、うん、まあ自分の好きな人とエッチしてるってことを分かってるんだけど、うん、やっぱりそれは、うん、どっかは、まあ、多少嫌な部分もあるんだけど、でもしょうがないかって感じに許してるっていうさ、うんうん、この構図がね、なんか当時びっくりだったんだよ、ね、でさ、なんかその浩平のね、うんうん、男気みたいなものがさ、うん、たまに出てくるじゃん、出てくる、でその出てくるシーンが、うん、まあ、すごいその後々の人生にさ残るんだよ、うん、残る、そんでさ、残るノンに生理が来ないっていうくだりの時に、うんうんうん、2番だし、うん、カオルさんがいるし、うんうん、私は、うん、
身を引かなきゃいけないけど下ろしたくないってごねるんだよね、うん、その時に公平がどうするかっていうと、うん、産んでみるかっつって、うんうん、そういうのもいいっていうさ、うんうん、そういう人生もいいよっていうことを言って受け入れるんだよね、うんうん、そうだね、その瞬間生理が来るんだよね、そうこのさ演出もさ高校生にはさ、うん、すごすぎて、すごすぎて大人すぎるだろう読んでた読んでた、うん、思ったね、でもその時にちゃんと公平は、うん、俺それこういう流れなら受け入れるよっていうさ、うん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 、っていうそこを見せてるからこそ、うん、なんかちょっとそのまあ彼のさこと許せるっていうか、うん、信用できるっていうかさ、そうそうあったなと思うよね、そうなんだよ、うん、確かに本当にあの今の人に見てもらってその炎上してほしいですよこれ読んでたがにおかしいって言って炎上してほしい、それで見読んでほしいです、うん、それで考えてほしいなっていうのはちょっとありますよね、うん、まあでもね、うん、俺らはやっぱり丸ごと当時納得しちゃって読んでたね、やっぱりなんかあ、うんうん、なんかやっぱり、うん、なんだろう、うん、やっぱ田上先生のねマジックにかかってた、うんうん、すごく、うん、それはあれでしょう、だからやっぱ絵の力もすごかった、絵の力もすごかったし、はいはい、で、うん、後々俺はナインティーンって漫画で、レイちゃんはビーバンジンって漫画でやっぱり青春群像劇を描くんだけど、やっぱりね、ここまで度胸がないんだよ俺ら、まあ本当だよ、うん、ね、叶わねえよ田中さんには叶わなかったよ、叶わなかったね、なんかやっぱり俺ら言い方悪いけど真面目じゃん、真面目だね、全然違ってたよね、そう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 なんだよ、そうそうだよね、だからやっぱりここまではね、ここまで飛んだキャラクター作れなかったね、そうだね、うん、ちょっとそろそろ有料にしてくれっていう話が来てるんで、うん、でもちょっとだけ見せようよ、そうだね、ちょっとだけ見せよう、 せっかくだから、そうだね、だからまあこれを俺はちょっと言いたかったので、そうあのね、これちょっとやってから行きましょう、はい、これ、うん、はい、これです、それまでのラブコメっていうのはね、好きな相手を得得するまでのドラマだったんですよ、そうね、うん、まあ基本的にはそう、うん、いろいろあって、うん、まあなんかそのまあ A ぐらいはキスぐらいはするのかな、そうね、まあキスぐらいを言ったり言ったりして、当時ね A って言ってたんだよそうなんで、そうだから今当時のジャニー帰っちゃったんで A って言っちゃったんだよA とか B とかね、じゃあその時間にその時代に行こう、 A とか B とか行ったり来たりしてたんだよなんか、うん、で、うん、もう早く結合しろよお前らって俺ら思ってた、はいはいはい、結合はね C なんですよ皆さん、しないんだよ当時のマナーでは、結合は C なんだけど、はい、でとにかくね、はい、その田上先生がね、なんで画期的だったかっていうと、うん、もうそんなのすっ飛ばしてんだよ、そう、うん、でもう日常なのね、日常に普通にあって、うん、でもうコミュニケーションの道具になってんだよ、そうなんだよ、ね、うんうん、すいませんこれあのね、やっぱおっぱいちょっと隠してます、ね、そうなんですよ、バンされるので、うん、田上先生の絵はね、もうエロい絵が多いんで、そうなんですよ、書くんだけど、はい、おっぱいどうしても出ちゃうんで、はい、表現の不自由点なんで、今日表現の不自由点でちょっとこの辺隠してますね、はい、うん、だからでもなんかほら田上先生のセックスシーンってさ、うん、基本的にこの刀身のキャラクターで描くじゃん、そうなんだよね、ここはちょっとやっぱ本人照れが入ったのかな、そうかもしれないね、うん、なんかその可愛いんだよね、可愛いんだよ、なんかあんまりこうリアルにグワッっていうセックスは描いてない、うん、このシーンでは、うん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 、そうだね、そう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 、うん、だからなんていうのかな、この、うん、セックスも含めた男女を描くという点では、うん、高見先生よりも先に宮谷和彦先生がいるんだけれども、うん、やっぱり宮谷先生っていうのは高見先生のポップさはなくて、やっぱ劇画だったんだよね、そうね、うん、そうね、だから、まあ、全然違うね、ポップなセックスっていうのがやっぱ全然新しかった、うんうんうん、あのね、背徳感と悲しみがないんだよね、うん、セックスない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 、でセックスじゃないところに悲しみがあるところがポイントで、うん、軽井沢シンドロームは、うん、悲しみはあるんだけどね、うんうん、だからなんだろうな、多分あのこの頃ってさ、当時カルシンを読んでた人で俺よりちょっと大人ぐらいの世代の人は、うん、やっぱりなんだこの軽いキャラクターはって思った人もいたかもしれないね、あそれは、うん、多分この頃からやっぱり軽いっていう言葉が流行ってきて、あまあカルシンはね、その軽井沢っていう名前がすでに軽って入ってるんで、そうね、本当にそうなのよ、だからそこら辺もなんかね、すごくこう偶然としてもいいっていうところがあってさ、うんうん、見事だったよね、この頃からやっぱりなんか、うん、お前ら軽いよねみたいな、その、うん、なんか重さっていうのもその軽さをこう重んじる雰囲気だったっ、そうそうそう、重いのがダメなことになっていくんだよね、うん、この頃からね、そう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 、うん、でまあとにかくね、その田上先生はね、もうそういう何かをね、あのごちゃごちゃ言う前にも圧倒的な魅力があったんですよ、もうたまんねえな、ね、これ見せて、じゃあ有料切り替えか、そうね、これ有料さ、こっからじゃあ、うん、はいはい、その田上先生はこう僕らね、こう80年代に学生だったやばい漫画家志望者にとってね、もうとびきり憧れの絵師だったの、神絵師ですよ、神絵師だったんだよ、はい、マジ でこういうこのクシャクシャクシャっとした線っていうのは、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、まあ僕今もう40で描いてるんで描けるんだけど、うん、当時中学生の人間が描くとね、こんな風にやっぱ描けないんだよ、これ相当早い
なんかストロークで達者に弾かないと書けないんで、これをね真似したんだよ、何度も何度も書いたんだけど、こういう風に書けなくて無理ってなって、俺はまあもっとすっきりした端正な線で今は書けてますね。でもね、まあ今はなんとかね。で、すげえ、メカがうまいってか、ジープに憧れなかったで、本当だよ、みんなジープ買おうと思った。みんなジープ買おうと思った。もうジープ憧れたわ本当に。うん、でね、そのなんだろうかな、こうフリーハンドでそのメカの力を細かく可愛く描けるんだよ高見先生って。そうなんだよね。これがね、なんだろう、やっぱ俺こういう風にさ描けるって、うん、もうやっぱ高見先生があると鳥山先生しか知らないんだよね。うん、鳥山先生と高見先生ってやっぱりメカのデフォルメとか本当にうまかった。多分ね、多分大塚さんの絵を見てたんじゃないかとは思うから、ルパンのね、あの、まあだから当時だから、ほら少女漫画でさ、そのオトメチック漫画の頃とかってすごくフリーハンドの柔らかい線っていうのが流行っててさ、でその感じもちょっと取り入れてる雰囲気があるんだよ。だからその田上先生の絵ってこう割となんていうのかな、こうガシガシの少年漫画とか青年漫画の絵ではなくて、やっぱりねおしゃれでポップだったんだよね、とにかく。で僕はこれね、田上山ってよく言ってたけど、田上先生の独特の山の描き方だよねこれで、すっげえ真似したかったの、かっこいいから、でも俺の漫画に山出てこなかった。なんであんまり真似する機会がなかった。そうそうそう。でこれこういった背景なんだけど、はい、このあの葉っぱをね、こうシャクシャクシャクシャって描くんだけど、これ真似した真似した、今でもやってる、これは。分かる、すごい分かる、やりたくなるこれはね、やりたくなるでしょ。あとなんかね、これ分かるかな、手の指をさまとめんのこうやって。ああやるね。そう、これはね、田上先生からなんだよ。ああそうなんだ、みんなやるよ、みんなやるでしょ。これね、なんか俺はそのはっきりと分かんないけど、俺は田上先生の絵を見て指をまとめるっていうのを覚えた。覚えた。ね、だからもしかしたら高見先生のより先に誰かいるのかもしれないんだけども、俺は高見先生だったの。なるほどね、やばいね。そうなんですよ、くそ、ちょっと時間なんで、とりあえずあとは、まあ、有料、このままやり続けますけど、有料でやりますんだけど、後半、まあ、キャラクター紹介、キャラクター紹介、細かいキャラクター紹介とかもやります。それでヤンさん、来週はですね、タランティーノの、ワンスアポンアタイム、ハリウッドをやりますっていうのと、タランティーノといえばまだやってないのがあるので、パルプフィクション決定会議。おー、 ある意味その決定的に90年代に全ての映画を変えたというね、あのパルプフィクションについて、僕も大好きなのでやりたいと思っております、ね、もしかしたらロケットマンの話もするかもしれないんで。ロケットマン昨日見てきたんで、はい、そういうことも込みで、そんなわけでディスカバリーチャンネルもよろしくお願いしますということです。あと、10月5日あ5周年記念アンケートっていうのがありまして、これから先、ヤンさんで俺に何を語ってほしいかっていうアンケートを、やりますんで、それちょっとぜひ、応募してください。何を語ってほしいかって、これ出てるのかな、はい、これ、あで4年目の5年目の中で神回、神回を教えてほしいというのと、あとどんな作品、あのこのアンケートでピングドラムとかやることになったんでね、そう、まあ、これをきっかけでね、まあ、なんつうかな、俺の知らないものをやるみたいなことに なるのでね、非常にこのアンケートは大事で。なるほど。そうなんですよね。そうなので、ぜひちょっとお願いしますということと、あと、次回のレイトショー、次回のレイドショーは10月5日。意外と近い。近いね。近い。はい、1ヶ月ぐらいです。はい。それぞれの、おすすめ漫画をプレゼン大会するということで、なかなかすごいの来ると思う。すごいマニアックなの来ると思うんで。むっちゃマニアックなの多分持ってきます、ね。いやいや、じゃあ俺もちょっと負けずに頑張っていこうと思うんで、次は、それ多分ね、公開でやろうかなと思ってるんで、もしその時はぜひ来ても、来てください。みんなの前でやりたいと思います。詳細は来週発表します。詳細は来週発表ということで、はい、そんなわけで、後半に行きます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ後半行きます。そのあの当時のフォークミュージック、ニューミュージックにも感じてたんだけど、なんか独特のね、哀愁があるんだよね。哀愁あるね、でもう一言で言って哀愁だと、よろしく哀愁なんだと思うんで、よろしく哀愁だね。そう、もうね、これはね、青春の終わりなんだと思うんだよね。だから軽井沢シンドロームで描かれてたのは、青春の終わりを描いてたんだと思うの。
それはね、長かった団塊世代からの続く一つの行かれる若者たちの祭りの終わりだったんだ、はいはいはい、それの最終章が軽井沢シンドロームだと。だから公平の結婚によって団塊世代は終わるんだと思うんだよね。あーそうか、うん、だから悲しいのちょっとうわー俺も書きてって思わす漫画あったんだよ。あうわーだよ、うん、うわーやべーこれはやべーと思って、でも俺も書くぞってなったんです。でも難しいんでしょ。え難しいっていうか、でもフリーダムだからやっちゃえよっていう、うん、そういう感じの兄さんだったんね。そうそう、高見先生って俺らもやるぞって思ったけど時代が変わっちゃってなんかちょっとねおとなしくなっちゃった。そうあれあれなんか来るつもりが